はい、今回はですね、個人的注目カードの方を使っていきたいと思います。はい、っていうのも、これはドッカンバトルアルティメットレアだね。はい、こちら、ブロリー、あーすごいね、これ。あ、見て、ここがギラギラしてる、めっちゃ綺麗。やっぱこのブロリーの変身シーンのさ、この稲妻みたいなやつかっこいいね、緑色の。はい、ドッカンバトルのレジェンドレアから参入です。はい、アビリティはね、こんな感じ。バトル開始時、敵チーム全員のガードマイナス2000で、アタッカーにしたセントルバトル終了時、毎回エナジーを半分破壊する代わりに破壊した分かける2000永続で当たりダメージがアップするっていう効果です。はい、まあ何が言いたいかっていうと、これはね、固定がまさかの、永続っていうことなんで、どんどん固定がね、上がっていくということなんですね。もう固定系ではもう本当に最強に近いね、スペックなんですが、まあ、果たしてどういう動きをしてくれるのかっていうところですね。で、今回デッキ結構ね考えたんですけど、相性いいのがアイウスかなと思って、まあ5連対策かな、結局ね、固定が強いって言っても通さないと意味がないのよ。だから、まあ、アイウスでね、まあ、10万ダウンがあるわけなんで、まあ、5連くんはそういう感じで対策していくかなと思ってます。で、流星とかはまあ飴玉の連携効率があるんで、これ先にスキャンしていけばね、こういう感じで順番でね攻撃するんで、まあ、そこでどうにか固定を浴びせに行く感じです。あとロックオンが2枚あって、腎臓の気力ダウン 30% も一応ついてるんでね、まあどうにかするっていう、はい、感じです。基本的にはね、まあ、短期決戦になると思う。固定強いからこいつマジ で、あとはエナジーさえ貯められればね強いんで、そうエナジー貯めさせてくれるかなっていうのがねちょっと問題点なんですけど、はい、ビッコロ SH とご飯で、よくちょっとエナジー破壊系が来ちゃったね。まあまあまあちょっときつそうな感じですが、はい、頑張っていきましょう。ちょっと1ラウンド目で先行取れるかな、これ。あー微妙微妙。これ先行取れたら、まあ、発動順が今狂わせられるんで、 SH ダブル SH のね、ちょっと全力でこれ取りに行きます。うわー、チルドトリオか、よりにもよって、マジっすか。でもマジンアバターだからさ、ご飯 SH アタッカーにしてくんじゃない。でバイバイもちろん下げるでしょ。でなるべくクイックも取りに行こう。あーダメだ、これ多分ね全出しだわ。先行取られたな。おっと、マジで来る一番出し。いやそれはでかいんだけどさ、エナジーがなくなってしまった。3個エナジー3個ってどうなん、これ奇数の場合は2個破壊されるのかな。1個だった場合2000しか上がらないけど、まあ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 2000でもねでかいっすよ、ここにおいては。はい、いいっすね。で、あ、2個だって、おお強い。待って待って待って、3個だった場合2個破壊なんだ。いいね、繰り越されんじゃん。そしたら結構終わりかも。だってさ、もう4000個手上がったってことでしょ。まあ激怒みたいなもんだよね。あ、なかなかいいじゃん。あ、しかもブロリー、これあれか、必殺技が打てる系のカードらしいんで。あ、はい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 、超激戦でね。なるほどなるほど、常に技が打てるみたい。あ、いいね、気絶してからの直撃で。アイオスキーソードロックなんですけど、今回は、クーラーにさせたいと思います。やられるんでこれ一撃でね。じゃあさすがに10倍を飛びに行くためにアイオスも使っちゃいますと。で、相手のユニット技がめんどくさくて、エナジーがねたまらなくなっちゃうのよ。なのでそれのケアとして一応バトスコロールアプリとかね、あるんだけど、まあ今仕込んでないから、まあとりあえずエナジー次上がんないと思うんだけど、1個だった場合ね、ちょっとどうなるか見ていきたい。はい、5400、いいね、ブラスターメテオなんだ。1個ってことは、1個破壊して2000上がったりしない？上がりそうだね、さっきの理論でいくと。で、なんならアイオスのキーソードでクーラーのアビリティも止めに行きたい。
さん、いいね。飴玉ワンチャン負けてもいいかも。多分もうちょっとはもう投げられると思うんで、飴玉を負けて、まあ、ミラクルためにいった方がいいかもしれないですね。さあ、フリーザがなんかバーサーカーなんだけど、どういうこと、はい、ちょっとテクニカルもったいないけど、うん、バーサーカーだった、なんだあれはいはいはい、まあこっちかな、普通に取られたら怖いし、いいと思う。まあこれでちょっとでもね、クーラーを柔らかくし、感じで、まあ、3ラウンド目あたりで、まあ、エナジー多分溜まると思うんで、まあ、またブロリーがね、固定ダメージ持続増やしてくれるから、まあ、1万ぐらいは上がってほしいね、3ラウンド目で。はい、来た。で、2ラウンド目があと耐久しないといけないんで、まあ、バイバイ切って、って感じかな。お、結構いいじゃん。戦闘力制限もないしなんて。で、アプリがこっち3ラウンドだから、普通に7000制限かけに行くか、まあ、極限進化でもいいんだけど、これは決まんないか、さすがに。はい、極限進化でもいいですね、次。3ラウンド目でかい、いやーでかいよ、10万ダウンマジで。ガードもこいつ半分だし、待って、10万下げてこれ、いやー強いな、クーラー。あー分かった、チルドで受けるダメージ増えてんじゃん。いやーちょ、やだね。4800分くらいだ。はい、でラウンド2、サプリなんですけど、相手からするともうね、先行は普通に取れるから、まあ、ガンガンとかそっちじゃないかなと思う。もしくはウルゴット使ってね、まあ、耐久してくるかどっちかだよね。いや、それされるときついな、普通に。脅威人造の、まあ、クーラー1枚出しとか、まあ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 、あーぽい、それっぽい。なるほど。まあでもバイバイ切るしかないしね。はい、じゃあ普通にバイバイ切って、まあ全出しでいいか。あー、はいはい、ここで使ってくるんだね。さあこれでどうなるか見たい。はい、エナジー1個です。エナジー1個でブロリーがどうなってくるか。で、次で先行取らないといけないから、気力をちょっと温存しないときついね。したら、まあ、ここら辺下げたりとかかな。1,2,3,4,5,6,7、 あー、で、あれか、気力回復するから腎臓で。あー、じゃあまあまあまあ普通にこんな感じじゃないいいっすね。で、ドッカーンブレイクはこれ何なんだろう。あ、必殺ダメージを永続で半減するだって。まあいいね。で、ドカバキが今回は多分打てないんで、って感じ。あー、これしかないよね。さあ、あとは戦闘力は出してこないか。あー、1枚出し、クーラー1枚出し、ずっとそれで守ってくる感じかな。あれ、シェンポン無駄く、シェンポン無駄く、なるほどね。で、エナジー増やしてくると、あと1回、俺は弟よりも多く。うわー、だるマジクーラクーラだる。ってことは4ラウンド目までこれっぽいな。相手4ラウンド目までずっとクーラー1枚出しっぽいな。ちょっと次で決めるしかないね。でも体力上げてこなかったから、まあ、2万7000落とせばいいのよ。まあブロリーの固定ダメージとかあるし、あ、エナジーなくなっちゃった。あー、そっか。あー、だるい。 SH だる、エナジーなくなった。あー、なるほどなるほど。あー、何気に先行取られちゃった。そっか、エナジーなくなった。
やーきついね、ここに来てクーラーがきつい。しかも次極限進化と先行取れないし、あーしかったー、極限進化だと先行取れないんか。あ待ってこれやられか、あーやらかした、これごめんやらかした、パワーせいになってるクーラー上がっちゃったじゃん、あー死んだ、あー気抜いたね、気抜いたね、それはやれた、あ取れた、オッケー、オッブヌ、オッブヌ、そっかバイバイとアイオス相性悪いんだね、あぶねー、くそー極限使いたい、極限進化使いたいけど使ったら先行取られる、7000しかねえ、ここは7000しかねえ、いや危なかった今の、ちなみに極限悟空かけてあれだからねクーラー、やばすぎだろ、やばすぎだろさすがに、あー強いブロリー最高、ほんとブロリー強すぎ、はい頼もしいね、頼もしい、あー強い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 、いや可愛いなこのブロリー、なんかあのシークレット版とは違うよね、このあっちは伝説になっちゃうけど、ね、こっちただの池風呂じゃん、まあ、そこもいいな、はい、4000ダメージが強い、でダブル打てるんですけど、ちゃうかな普通に、どっちでもいいね、はい、で残りが、あーでもまあまあ入ってんじゃん、はい、じゃあ龍拳いきます、まあ一応これねもうクーラーガードもそんなないし、まあ、1.7 倍のかかるんで、うん、ありだと思う、まあいいんじゃない、あー1400ダメージ、あー OK です、いやーもうやっちゃってもいいなこれも、うん、ちょっと硬すぎんだけどマジクーラー、さあこれでどんぐらい入るかな、まあよくて3000とか、あーいいね、はいでドッカンブレイク、これもやっちゃうか、もうなんかいつやってもあんま変わんない気がする、おお、そんなセリフなんだよ、これドッカンブレイクって何に印象するんだろう、これちなみにねめちゃめちゃやりづらいのがね、あー、ドッカンバトルこの下画面、まあ上見せた方がいいか、これなんかよく分かんないんだよね、あーあー待って待って、同じ色って書いてある、あ分かった、やっと分かった、これここと同じ色を狙うっていう感じ多分本当によくわかんねえねこれ、はい成功したよ、さあダメージが何以上かよくわかんねえが、さあ倍率依存だったら嬉しい、ああはい OK、 はいでラウンド3、あー極限使いたいけどまあ7000いきましょう、それかいやちょっと一か八かにはなっちゃうんだけど、これどうですかね、形勢逆転アプリ、戦闘力が、まあ、要は 90% ダウンっていうアプリなんだけど、あーどうかな、まあ、これで先行取れたらめっちゃ熱い、はい、あー1万出てんだ、でクイックも取りたい、なんならクーラー1枚出してきてほしいんだよな、相手が使ってんのにこっちが使うスタイル、クーラー一番出しないか、いやでも10万は出なくね、10万2000以上出ないと先行取れないよ、
え、チルドトリオってどうなんだろう。3ラウンド目行ったら出ちゃうか、10万ぐらい。いやー、わかんない、どうだろうね。あー、悩んでる、めっちゃ悩んでる。うわ、どうだろう、出そうだな、10万。あ、うーん、なんだそれ。え、なにそれ。え、なんか街一枚出してきたの。あー、ガードが高いからみたいなこと。まあクーラー一枚出しよりかはマシだよね。どうせアイオスで半分吸えるし。あー、でブロックバーストはまあしょうがないか、これはもう。はい、ブロリーまあね、もう8000ダメージぐらい与えてくれたんで、はい、まあこれはしょうがないです。いやー、楽しいなこのバトル。ちょっとフリーザがよくわかんないですけど、強い。わー、マジ最高、軽水逆転アップ最高、よかった入ってて。しかも飴玉ベジットとこれ相手難しいんじゃない、止めるキャラクター。あー、強い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 。で、これでブロリーが8000ダメージアップという。しかもこれチャージの勝敗いらず8000ダメージアップだから。あ、これも何気でかいね。おー、強い。で、キルグラミージも上がってるから、まあここも多分普通に気絶狙いると思うんだけど、さすがに。はい、でかいよ。で、気力なくなった。で、ここでも気絶狙えるん で気絶させて飴玉かブロリーやってれば勝ちじゃね、まあ、どっちかは通るからね、これ絶対。はい、でかいでかいでかい、理想通りの展開。さあ、気絶してどっちを止めてくる。おー、ブロリー、はい、勝ったんじゃないこれ。で、飴玉が今8倍ダメージの、まあ、気絶で2倍なんで、16倍で相手のガードが半分の状態です。魔人もいくらね、ガード高いって言っても、まあ、半分にしたら今多分3、4000ぐらいだと思うんですよね。9880だったら落とせんじゃない。さあ、問題はパワーだね。あー、微妙だな。さあ、追撃お願い。 OK、 13000、強い。飴玉最高、飴玉が強かった。いやー、ということでね、はい、もうかなりねギリギリのバトルでしたけどね、今回あのブロリーでね無事に勝つことができました。いやー、チルドトリを倒せたのはめっちゃ嬉しい。しかもこれさ、やっぱ永続で固定上がっていくのずるいよ。今回はね、まあ WSH とかいたんであんまエナジーたまんなかったですけど、それでも3個あれば、まあ、4000ダメージアップっていうことで、ね、めちゃくちゃ強くね。いやー、ブロリーちょっといいかもしんない、これ。しかも何気に技確定とか持ってるし、ね、いやー、悪くないっすね。ガードマイナス2000がこう地味についてんだよね。まあここもちょっとアイオスとね相性いいかなと思って、半分にして2000マイナスかなの、はい、いうことでね、まあ、今回はねブロリー使ってみた動画っていうことだったんですけど、この編成ねかなり良かったです。まあ飴玉の枠だけなんか違うのでもいいかもしれない。国営のスーパーサイヤ4とか、これ結局さ、こっちスキャンしてもブロリーの方が技確定持ちなんで、これ先に攻撃しちゃうんだよね、うん、だからちょっと本来のコンセプトと違うんで、まあ、だったらあの国営のスーパーサイヤ4入れて安定感高めた方がいいかもしれないです。ただね、まあ、今回はねいい感じにその最後ね飴玉でね倒せたんで、まあそこもね、まあ、デッキ相性とか、うん、に左右されると思うんですけど、まあ皆さん各々ね変えて使ってみてください。ということで、メテオミッション2弾最新動画終了画面の方にね貼っ付けておきますので、そちらからねぜひ新しい動画見てくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もよろしく。ということで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ。じゃあね。強い。エナジーがやっぱり減るから、なんかそれを利用するこうドミグラとかがね見た方がいいかもしれないです。ドミグラご飯青年期、いやでも
チャージ勝たなくても固定入るの強いよね。確かに、あのエナジー破壊するね、当たってのそのメリットっていうんですか、まあ、ヘレスだったりとか、うわ強っ、まあ、あとはもう本当に、うん、ドミグラご飯が一番いいのかなーっていう気がする今。そうだね、このさ、ゴッドボスのあのブー極めろの身勝手がいると思うんだけど、こいつね、こんな感じで、防御時は全然防御出してこないんだけど、攻撃時だとね、パーフェクト全あのめちゃめちゃ出してくるんですよ。なんか知んないけど、こいつがさ、防御でパーフェクト出したことないでしょ。なんだけどね、攻撃時だとなぜか普通にパフェを出してくるようになるっていう。やばくない？固定の1枠で超ゴッド玉のレベルが上がったぞ。超ゴッド玉のレベルマックス。やばすぎだろ、ブレル。普通にやばすぎないっていうこと。いやマジでハマればだけどね、うん、ハマれば毎ラウンド与えるダメージが1万ずつ増えていく。あとなんかエナジー破壊した時にさ、エナジーがその破壊した分増えるみたいなミスターサタンがいると思うんだけど、混乱ね、あれとか対処いいのかなって、ちょっと思ってます。まあ、ガチで使うとしたらそっちか。まあ次あたりちょっとやりたいですね。ちょっと今回の編成は普通に良かったと思うんですけど、いやもうね、ガチで生かすんだったらやっぱエナジー破壊にまつわる系のカードがいた方がいい。さあそしてこれがやばいよ、これやばいよ。さあ固定ダメージがね、2万ダメージアップしているというね、状態に覚醒サイヤバースなんで、いやいいっすね。ブラスターメテオもいいっすね。このなんかさ、そのただのスーパーサイヤ人の状態でブラスターメテオってなかなかないから、はい、そこもいいっすね。はい、という感じでね、いやー面白いカードでした。あのね、ほんとイラストもねすごいいいんですけど、このこっちのブロリー、これと合わせると見た目がね完全にドッカンバトルのレジェンドなんですよ。これどっちも LR のイラストじゃん。でこれ変身前で、変身するとこれになってね、記録が 24m になるっていうさ、完全にあれだから、いやここら辺もめちゃめちゃ映えるね。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。